相変わらずお前の剣は魅力的だな、キリト。さらなる成長を感じたぞ。リーナ先輩こそ、やっぱりその両手を使われると勝ち目がないって思いましたよ。お前と剣を交えることができて嬉しいよ。お前は本当にここにいるのだな。はい、先輩。見事だったぞ、ソルティリーナにキリト。なかなか迫力のある試合だったぞ。お褒めに預かり光栄です。そんじゃお前さんは当面はキリトと組になって行動してくれ。そんな良いのですか？おう、お前たちの剣は随分と相性が良さそうだ。組み合わせればいい働きをするだろう。それじゃまたな。ありがとうございます、ベルクーリ様。再びお前と共に戦えるなど、私はとんだ幸運に恵まれたものだ、キリト。俺もです、先輩。ベルクーリさんは最初からリーナ先輩の実力を見るつもりだったのだろう。たまたま通りかかったなんて多分嘘だ。キリト。先輩、先輩が俺の方に触って。少し痩せたのではないか？いえ、そんなことはないですよ。そうか、本当にまた会えてよかった。これからも私はお前の剣をもっと知っていきたいよ。ありがとうございます。俺もまた先輩と一緒に戦えるなんて嬉しいです。そうだ、先輩をみんなに紹介しよう。これから一緒に戦うことになるんだから。問題はリアルワールドのことをどう説明するかだけど。先輩に紹介したい人たちがいるんです。私に？はい、俺を助けるためにここへ来てくれた友人たちです。友人たち？ユージオと同じルーリットの村に住む者たちか？いえ、ルーリットではない別の土地から来てくれました。別の土地？それはどこだ？ここまで突っ込まれると想定してなかったな。でも別の地名を言ったり変なごまかし方をする方が余計不自然だよな。リアルワールドと呼ばれるところです。リアルワールド？聞いたことがないな。やばい、マスカッタか。そんな場所からお前を助けに来るとは。お前はやはり人に愛される性分なのだな。いえ、そんなことはないと思いますが。お前らしいよ。ぜひともお前の友人に会わせてくれ。よかった、妙だと思わず納得してくれたみたいだ。すっごい美人さんね。なんだか大人の色気が感じられます。この人はソルティリーナ・セルルト先輩、通称歩く戦術ソーラン。修験学院を首席で卒業された人だ。首席？すごい。さて何から話そうか。お兄ちゃんとこの方のご関係は？俺はリーナ先輩の身の回りの世話をするそば好き生徒だったんだ。ああ、キリトが何から何まで私の面倒を見てくれてな。その役目上、私について知らぬところは何一つないと言えよ。知らぬところは何一つない？意味深。そうですね、俺は先輩の部屋の掃除だとかいろいろな世話をやっていました。ちょっと、なんで私たちにまで敬語になってるのよ。なんか焦ってる？焦ってなんかないぞ。ソルティリーナさん、キリト君が在学中いろいろご迷惑をおかけしました。迷惑などかけられたことはないぞ。まあ遅刻をした時は素振り100回の罰則を与えたがな。大事な稽古に遅刻か。なんだかあんたらしいわね。
なんでだよ。こんなすごい人に厳しく鍛えてもらえてよかったね、キリト君。ああ、本当に先輩のそばつきになれてラッキー。あ、いや、幸運だったよ。別の意味でも幸運だったって思ってるんじゃないの？いや、そういうのはない。私も非常に幸運だったよ。キリトは私が卒業する際、私の好きな花を送ってくれたのだからな。その花は西帝国にしか咲かないものだというのに、思わず涙がこぼれたよ。に、憎い演出。私も多分それされたら泣いちゃいます。うわ、なんだかあんたらしいというか、やっぱりたらしというか。違う、そんなやましい意味はない。素晴らしい指定愛ですね。アスナ、目が笑ってない。ソルテリーナさんは対策本部に入って一緒に戦ってくださるんですか？ああ、ベルクーリ様からキリトと組むように言われた。これからは皆の世話になると思う。ここにいる皆は危機に陥ったキリトを助けるため、リアルワールドなる土地から来た。そのようにキリトより伺っている。関わった歳月は皆より短いが、私もキリトを思う気持ちでは皆と同じ。どうか仲間として共に戦ってほしい。何かと至らないところもあるかとは思うが、よろしく頼む。こちらこそ、そんなすごい方に協力してもらえるなんて心強いですよ。本当に先輩が対策本部に来てくれて嬉しいです。先輩、これからどうかよろしくお願いします。そんな堅苦しくなる必要はない。これからお前とは先輩後輩という立場ではなくなるのだからな。つまり新しい関係ということになるな。先輩後輩などという壁はもはや存在しない。新しい関係？そうだ、私はお前と共に新しい関係を築くのを何よりも楽しみにしている。なんならリーナと呼び捨てにしてくれてもいいのだぞ。キリト君？あ、先輩は先輩です。呼び捨てでなんて呼べませんよ。そうか、それは残念だ。だが呼び方などは関係がないからな。さらに深い絆を結んでいこう。キリト君、後でゆっくり話そうか。いや、アスナ、リーナ先輩とは何も。はあ、罪作りな男ね、キリト。安定のって感じ。強敵。まったく、いつまでたっても懲りないわね。この不穏な空気、一体これからどうなるのだろう。ともかくよろしくお願いします、リーナ先輩。さてと。うん、それとそうだ、おい、ところで頼む。